ハロー YouTube!、えー、今日はですね、えー、東京都が高校の教育費を無償化するということについて、えー、無償化することを、ね、24年度から決めたということについて解説をしたいと思います。あの、正直僕はこれはめちゃくちゃくざくだと思います、えー。もう高校の進学率90数パーセントをも超えているような状況、えー。正直、普通科の高校、今行っても何の潰しも効きません。 はっきり言って、もうなんか、就職のための方便みたいな、高校出てれば、なんか中卒は差別されるみたいな、多分そういうレベルのくだらない、くだらないですね、本当高校、誰でも行けんだから、誰でも行ってるんだから、行こうが行く前が実は関係ないですよね。だから、高校に行かなければ、その、就職ができないとか、わけわかんない。 そういうことで学校を選ぶの、まじやめてほしいんですよね。それに我々の税金が使われるって本当に腹立つ。えー、もう、暗記返調の教育、えー、Google とか、ね、で、生成 AI とか、こういったものが前世の時代に、もう、時代を3週遅れぐらいしてますよ。そんな作業はですね、脳をね、そんなことに無駄遣いするなと。 えー、特に頭がいい人なんかそうだと思うんですけど、まあ、マジで高校行く時間無駄。えー、我々あのゼロ校っていうね、あのー、まあ、通信制の高校みたいなことをやってるんですけれども、もう、実質的にあの国数への勉強みたいな15、15%ぐらいの時間でできるんですよ。それで大、あの、大学入試できる、まあ、資格、高卒、えー、高卒程度の学力を持ってるってテストで受かるぐらいのレベルです。 通学の時間も無駄だし、よくわかんない集団,集団生活、えー、別にたまたまその同じ学年で同じ地域にいるっていうだけで同じクラスにこう掘り込まれて、えー、気も合わないような奴らと無理やりなんか気を合わせるみたいな、もうほんとくだらない作業に、あと通,通学の時間とか、勉強できる奴にとってはあの時間、あの学校の授業とかってマジで退屈なんですよね。あの教科書を読めば終わるようなことをですね。 何時間もかけて勉強させられるって、苦痛でしかないんですよね。で、逆に勉強が得意じゃないやつって、多分それはそれでまた苦痛だと思うんですよ。でも偏差値50以下のやつとか、高校行く意味全くないですよ。で、また逆に偏差値60以上のやつも行く意味ないんだよね。だからその、50代ぐらいの、偏差値50代ぐらいのですね、中途半端な人がですね、えー、は、多少意味があるのかもしれないですが、まあ今の時代はほとんど意味ないでしょうね、本当に。 でも別に高校生って家に別にいたって言うわけじゃないですか。手がかか,るかね、あの目が離せないわけでも何でもないし、自分で判断して、えー、自分で生活できると思うんで。親の側も別に学校にこう、えー、入れておかないとめんどくさいとか、手間を取られるとかそういったこともないんでね。あのー、まあ、本当にね、えー、やるんだったら専門学校的なところとか、 本当にあの手に職をつけた方がいいんですよ。頭悪い奴がいくら勉強したってね、脳の能力が低いんだから、あの頭が別に良くなるわけじゃないんだよね。で、昔はね、そうやってホワイトカラーをですね、えー、まあ、高校で勉強させて、えー、Google もね、あの、性能のいいコンピューターもスマホもない、インターネットもない時代は、それはある意味、まあ必要だった作業だったかもしれないですが、もう今全部あるから。 あの、頭悪い奴がいくら高校に入ったって、大体ね、高校でみんな勉強してないっしょ。ほとんどの人たち。だってさ、元素の周期表だってみんなさ、覚えてねえんだからさ、覚えてねえっていうか、その、水平リビ僕の筆みたいな、あの、変な暗記はしてるかもしんないけど、その、元素がどういう意味を持っているのか、とかね、陽子と中性子と電子の関係とかね、そういうのわかんないから放射能を怖がったりとかするわけですよ。 だから、はっきり言って教育はワークしてないと思う。高校の教育なんてみんな学校ただ行ってるだけでちゃんと勉強してるやつなんかほんと一握りだと思います。そんなもののためにめちゃくちゃ金が使われる。税金が、俺たちが納めた税金が使われる。まあ、俺は東京都民じゃねえから関係に行っちゃ関係ないんだけどさ。腹立つじゃん、なんか。ということで、もう本当にそれこそスタディサプリとはね、えー、そ通信制の高校で、まあ、 いいようなことをわざわざ学校通っていくのに、それに対して補助金を使うって本当にアホだなと思いました。いやー、本当に、本当に嫌だな。で、あの、バカな、頭が良くない奴は本当高校なんか行かずに、なんか手に職をつけた方がいいと思いますよ。まさに、その、なんか繰り返し繰り返し反復作業で、でもなくならないような仕事みたいなのあるじゃないですか、職人の世界とか。 寿司屋とかもダメよ。あの、YouTube とかで僕がね、十何年か前にあの、寿司屋でじ10年寿司する奴はバカだって言ったんだけど、いや文字通りバカなんですよ。バカに、えー、バカに手をしょ、手に職をつけさせる。だから10年、どんなにバカで、どんなになんかわかんないけど、不細工で、で、家は金も持ってないみたいな、もうどうしようもない奴らが、一人前の暮らしが遅れるようにするために、 そんなやつでも10年間同じ作業ずっと続けてたら寿司ぐらい握れるようになるだろうと。いうのが寿司屋の修行のシステムだったんですよね。だから、どうしようもないやつを安月給でブラックロードさせて、で、まあ、下働きで使って最初はさらえらいぐらいしかできないけど、そのうち10年も寿司屋にいれはね、えー、握れるようになるだろうと。で、10年経って、えー、で、ね、デッチボック終わって、えー、独立をすれば、10年も同じ作業やってたらさ、 あの、寿司に握れるようになってるわけですよ。だから昔のさ、寿司屋さんって、めっちゃ不愛想だったじゃないですか。で、あれ不愛想ってわざとやってんじゃなくて、多分コミュニケーション能力がなくて、だから要は、べしゃりも得意じゃないわけですよ。べしゃりも得意じゃないから、黙ってずっと黙々と作業してる。まあ、それぐらい多分、黙って黙々と作業しないと、お客さんと会話してる余裕なんか多分ないんだと思います というようなセーフティーニットの仕組みだったんだけれども、まあそういったね、分野ってどん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 少なくなってきてるんで、あの、早めにそういった分野を本当に親の庇護を受けられるようなですね、未成年の段階で見つけないとですね、本当にあの、悲惨な人生、それこそなんか特殊詐欺の脱出をさせられたりとかですね、 あの、ルフィみたいな奴らのですね、強盗の手先をやらされたりとかですね、そういうその悲惨な人生が待ってると思うんですよね。まあ昔はね、例えばその反社会的勢力って言われてるヤクザなんかもそのセーフティーネットの一つだったと思うんですよね。ヤクザの世界に入れば、鉄砲玉でも、下働きでも、チンピラでもなんか一応ポジションがあるわけじゃないですか。そう。バカでどうしようもない奴でもです、ね。性格悪い奴でもですね、ヤクザになれば、なんとか一人前のヤクザっていう表現もなんか、 不思議な話ではあるんだけど、だ、だけれども、職人の世界だったり、そういった反射、えー、みたいな、その、うん、まあ、だから、出来損ないって言ったらあれなんだけれども、出来損ない人たちがいられるような場所ってのはどんどん減っていってるんで、普通科の高校なんかに出来損ないったら、マジで悲惨ですよ。何の役にも、これから何の役にも立たないスキルをですね、3年もかけて、え、まあ、大金払って私立高校とか行って、と、対して学力は、 上がらないのに、で、フラン大学とかに奨学金で入って、奨学金返せなくなっちゃって、えー、悲惨な人生を送るみたいな、そんな感じになってしまうので、まあ私はもう本当におすすめしないし、これを無料でですね、無能を作り出す、え東京都のこの政策は僕はめちゃくちゃ臭くだと思いますので、やめてほしいと思います。今からでも遅くはない小池都知事、決断をすべきだと思うということで、いってらっしゃい ハロー YouTube,、えー、今日はですね、えー、楽天グループがですね、楽天銀行株、また、えー、再びですね、えー、606億円、えー、売却、海外の投資家に対してですね、もう上場されてるんですけれども、えー、こちらの方ですね、ブロックトレードで、えー、売却をして、で、まあその後ですね、持ち株比率が49%ということで、まああの、えー、実質支配基準って、まあ50%切ってもですね、えー、実質支配基準というのがあるんで、大体まあ、 ま、4割ぐらいが目安ですけれども、4割ぐらい以上で取締役を自分のところから半数入れてたら OK とか、ちょっと実質支配の基準があるんですけれども、まあそれを適用して連結からは外さないと。連結決算にも再ふたあの、継続して楽天銀行はですね、残っていくというようなですね、そういった状況ができたということを、についてですね、解説をしたいと思います。 えー、まあ、あの、楽天モバイルへの過剰投資、まあ、それによって社債がですね、ここ2年間でですね、6000億ですかね、えー、約6000億円償還しなければいけないということで、この償還資金をですね、早期に集めなければいけないというのは楽天グループの財務ではですね、喫緊の課題であった。まあ、これはですね、皆さんご存知の通りだと思いますけれども、まあ、問題はその資金をどうやって手配するのかということなんですが、もうすでにですね、楽天グループ、 えー、本社はですね、えー、三木谷一族、三木谷さん含めてですね、奥さんとかですね、資産管理会社含めて持ち株比率も3割切ってるということで、えー、支配力かなり下がっていっておりますというので、これ以上その、また、えー、外部の株主に第三者売レート増資をするというのはですね、非常にもう2割とかになるとですね、支配できなくなるんで、えー、逆にクーデターを起こされる可能性っても全然出てくるので、えー、まあ、 なかなかやりにくいということで、まあ、打つ手はすごく少なくなっているのは間違いないと。で、まあ、楽天銀行、そもそも、えー、銀行っていうのは規制業種なんで、えー、まあ、連結で持っておく、要は、そこの銀行の預金とかはですね、自由自在に使えるんだったら別ですけれども、そんなことはもちろん規制、えー、されていてできないので、まあ、楽天グループとのその、シナジーがある程度発揮できる程度でいいのかなと。 えー、今回、楽天ポイントですね。えー、SPU、スーパーポイントアッププログラムの中でも楽天銀行とか楽天証券の口座を作るとポイントが、えー、かなりもらえたみたいなのがですね、えー、ほとんどなくなって、ほとんど楽天モバイルの契約をしないと SPU、えー、高くならないみたいなところがですね、えー、もうそういうふうな方針に全く変えてしまったので、もう最悪これ連結外すという言葉で考えて視野においてですね、 証券と銀行は外すかもしれない。クレジットだけは死守するというですね、えーまあ。クレジットは楽天ポイント経済圏においてですね、非常に大事な役割を持つし、今回楽天ペイもですね、全部楽天クレジットの参加になりましたので、 えー、まあペイとクレジットを、こちらをですね、ガンガン SPU を使ってですね、楽天経済圏に取り込んでいくと、取り込んでいくというか、楽天経済圏の人たちをですね、ペイとかそのクレジットの方にどんどん口座を作らせてですね、そちらの方で回していくという方針に転換をしたんだと思います。なので、えー、まあ 楽天クレジットに手をつけると、楽天グループの崩壊が始まるのは間違いないので、あの、そこだけは支出して、銀行はもう連結から外す、外すことまで視野に入れる。そして、証券ももしかしたらそうかもしれない。もう証券もですね、今51%ぐらいまで持ち株比率下がっているので、もう一段、今後ですね、そのプラチナバンドを獲得したんだけれども、プラチナバンドのですね、基地局の設置コストだったりとかですね、新規の設置、 えー、もろもろ、お、すごくお金かかりますし、まあ、実際そこで、えー、スピードがアップするかとか、つながりやすくなるかってうのもちょっと微妙な、これは前の動画で解説しましたけれども、えー、そういったところがありますので、まだまだ、えー、状況は不透明なのかなとお、楽観視は全然できないなと思ってますが、足元で、えー、やっぱりその SPU 改善、まあ、彼らにとっての改善、えー、ということでですね、えー、ものすごい数があ、どうやら積み上がってきてると。 要は SPU が2倍になるみたいな話で、楽天も一番安い980円とかのプランを契約しとけば、とりあえずポイントが貯まるんで、えポイントの収支を考えたらそっちの方が安い、あの、コスパがいい。要は、毎月980円払ってもですね、それ以上のポイントがもらえるんだったらいいっていうことで、えー、契約を変え、あの、新規で契約を、例えば2代目の契約をしてる人とかが、実はいたりとかして使われないし、 両方いいよね、みたいな話でやってるところもあるし、あと NBA のですね、日本での独占配信権。こちらの方が3倍とかに値上げ、月額のサブスクが3倍に値上げされたんだけれども、楽天モバイル契約すると、えー、実質しておきということで、それでそのために980円、えー、契約してる人たちも結構いたりするということで、足元で契約数の順増は結構すごいんですね。なので、 えー、とりあえずそれで計画を達成してしまう可能性はある。まあ、他の部分の利益を、た、えー、まあ、タコ足食いしてるんだけれども、タコ足食いでもいいから、とにかく、えー、契約数を伸ばそうということで、えー、やっておると。で、これもう一つですね、非常にあの、法人向けの営業強化の策としてですね、ちょっと危険な手を使ってる。 え、のがあります。え、これ法人、一法人あたり100回戦までですね、オンラインで、まあ、ほとんど審査なく申し込めるようになったんですね。これがどういうことを意味するかというと、通常これ、携帯電話の法人会員っていうのは、その法人の会法人の社員数以上の契約って認められないんですよね。あの、認めないようにしてるんですよ。っていうのは、なぜ、なぜかっていうと、その架空の携帯を契約してしまう人たちがいるの。 ですね。で、この架空の携帯の契約、架空っていうかその、まあ、実質社員いないのに、社員一人一人に携帯配りますみたいな、あの、スマホの契約配ります。どういうことかっていうと、ペーパーカンパニー作って、あの、特殊詐欺の出し子とか、なんか連絡用と、ご、あの、強盗ね、リモート強盗みたいなやつの連絡先用の携帯、まあ、要は、あれですよ。飛ばし系、昔で言うところの飛ばし携帯、 えー、そういったものに使われてしまう危険性が非常に高いんですね。えー、なので、もしかすると、その、まあ、これは本当懸念なんですけれども、通常の、えー、スマホのか、まあ、い携帯の会社、MNO とか MVNO、まあ、ホリエモバイルとかもそうなんですけど、ホリエモバイルも、あの、法人会員に向けても発売してますけど、ちゃんとその法人の社員数確認して、それ以上の契約は、例えば、社員数30人だったら、30人以上の契約受け付けないようにしてるんですね。 これを楽天モバイルはちょっと緩めてしまってる可能性があるので、100契約までできる。一方人あたり100契約までは、あの、できるみたいなプランが出てきたので、まあこれはちょっとそういったものに使われ、もうすでに使われてるかもしれないんですけれども、そういった懸念が出てくるのかなと。これはまあもう一つ、えー、ね、あの、契約数とか、利益達成できれば犯罪に使われてもいいのか、みたいなお話なんかもあったりするので、そういったところはちょっと慎重にやられた方が、 えー、まあ、後々ね、総務省から指導を受けたりとか、えー、する可能性もあるので、目先のその法人契約を、えー、達成するために、ちょっと危険な危ない橋を渡ってる可能性はあるなって、えー、そういうふうに考えました。ということで、今日の大好評、楽天シリーズ解説、この辺で終わりたいと思います。トロておるっちょー YouTube! えー、今日の私が語りたい問題なんですけれども、 ま、これはね、俺学校に行くのとか、本当義務教育も含めてですけど、マジで100があって一理なしなんじゃないかって思いをさらに強くしたので、そのことについて語りたいと思います。昨日ですね、ミュージカルクリスマスキャロルの、えー、ゲストに DJ 社長さんが来てくれました。で、彼はですね、あの、今のその DJ 社長になったきっかけがなんと私の本だったらしくてですね、えー、まあ、彼は、まあ、それはもう彼の自分の認識ですよ。 僕は言っててるわけじゃなくて彼の自己認識的に言うと勉強もできないスポーツもできない、まあ、イケメンでもないみたいな自分がその夢を持つことができなかったと。だけれども僕が、まあ、本当と言い続けてよかったなと思ったんですけどあの夢を持ってないやつなんかいるわけがないという話をよくするんですね。夢を持ってないんじゃなくてそれは自分には過ぎた夢だと。 自分には到底実現できない夢だからそんなおこがましいことを言えないっていうふうな意味で自分の夢を消してしまってるだけなんですよ。まあ、例えばわかんないけどなんかあの女優のなんかすごい可愛い子ちゃんと付き合いたいとかそういうそういう欲求とか夢ってあるじゃないですか。だけどいやそんなの一般人のこんなイケメンどもない俺にできるわけねえって思って諦めちゃってるんですよ最初っから。 夢を言うことが恥ずかしいと思っちゃったんですよね。で、DJ 社長はその時に思ったのは、俺は、有名になりたいと。そういう夢があったんだと。でも、有名になるには、どうしたらいいんだってことを考え始めて、で、上京して、福岡、同京なんですけど、上京して、東京で会社を作って、一時は成功したんだけど、その後調子に乗って失敗して、6000万円借金を負って、 でもまた DJ 社長として復活して、また10億円借金を作ってとか。まあでもね、借金の桁が上がるっていうのはそれだけ信用があるってことですから、これは別にいいことなんですよ。でね、僕そこで思ったのは、これ、ね、僕義務教育も含めて、あの、小学校とか中学校とかも僕はも100回やって一義なしだと思ってるんですよ。なぜかっていうと、一つは、その、まあ、記憶とか暗記偏重型の勉強に意味がないと。だって、 ね、スマホみたいなその外部記憶脳の外部記憶装置がもうできてるわけだし最近はもう AI が大脳の高度なあの知能まで代替してくれてる時代ですから脳を余計なことに使う必要ないですよ記憶だったりとかそのちょ誰でもできるような論理的思考だったりとかこういったものに使う必要なくてもっとクリエイティブなこととかもっと楽しみのために僕は使えばいいと。 いうふうに思ってて。そんなくだらない勉強を社会を知らない先生が教えてるってもう地獄の、地獄のような場所ですよ。もう僕みたいに割とこうチノシス高い系の人はもう学校の授業マジ退屈。先生の教え方も下手だし、いやこれ教科書読んだらもうすぐ終わるのにそれを何、何十時間もかけて勉強しなきゃいけないの。アホみたいですもん。 いや、役に立つとか、これをやんなきゃいけないって言うんだったら、それは理解できますけど、僕は全く理解できない。全く合理性がない授業に、6年、あ、六年間でね義務教育9年間付き合わされるわけですよね。バカみたいな、じ、時間の無駄ですよね。これはまず一つ。ね、もう一つは、なんか友達を作ったり、社会性を養う場だ、なんていうふうに言うんだけど、あれはそうではなく、国民国家の教育っていうのは、軍隊を作るための教育なんですよ。 あの、フランス革命が起きたフランスにおいて、え、その、え、フランス革命を起こした人たちが、まあ、あの、レミゼ、レミゼラブルっていう、それこそミュージカルとかにもなってる作品ですけれども、あそこで、やっぱりその、歌われるフランス国歌っていうのは、こう、要は戦争の歌なんですよね。で、俺たちは戦争して、あるいはこう、争い、まあ、要はそういったことをしてですね、国家主権、民主主義を勝ち取って、 で、その裏返しとして何が起きたかっていうと、国、国とか王様だったり貴族が追放されたわけですよね。で、王様とか貴族が雇っていた傭兵も一緒にいなくなっちゃったんですよ。だ誰が国守るのって話になって、自分たちの国は自分で守るしかない。だから徴兵制が始まったんですね。だから一般人がいきなり徴兵をされて兵隊になって守るわけです。もう自分たちの国とか家族を守らなきゃいけないんで、 めちゃくちゃ必死に戦うんですよね。そうすると、要は強いんですよ。実はそっちの方が。傭兵っていうのは仕事なんで。要は、本気の殺し合いをやったら、お互い、敵国側も傭兵だし、こっち側も傭兵だから、戦争したふりをしてるだけなんですよ。真剣に戦ってる奴ってほとんどいないんですよ。だけど、一般人はそんなことないから、必死で戦うから本気で殺し合いやってるんですよね。 だからもう殺伐としたところで、ちゃんと軍隊から逃亡しないように、殺されようが逃亡しない、殺される確率が高かろうが逃亡するな、とか、上司が言ったことは絶対に従えとか、そういう規律を作らなきゃいけないからあんな集団生活をさせて嫌な奴とも仲良くするみたいなことを学習させてんだけども、今徴兵制ないじゃん。だから別にやる必要ないんだよ。 そこで,で、そこで僕、一番嫌なことって何だったかっていうと、境界知能よ。要は、精神障あの、知的障害者ではないけれども、偏差値は低いみたいな、偏差値低かったり、知能指数低いっていう人たち、境界知能と呼んで、最近すごい、それが社会問題化してます。どういったところで社会問題化してるかっていうと、例えば、特殊詐欺の出し子とか、 あの、強盗とかまでやってるあの、リモートでね、あの、ルフィとかね、捕まっちゃいましたけども、ああいう人たちがお金を払って、えー、強盗の実行犯をさせたりとかしてるんだけど、そういう人たちって大体、境界知能なんだよね。だから、善悪の区別もつかないし、論理的思考能力も低いから、え、そんなもらえるんすか ?50 万ももらえるんすか特殊詐欺の出し子をやるだけで、みたいな。そんな感じで、安易にそういう世界に来てるんですよね。あるいは、統一協会とかに、 ね、壺を売りつけられたりとかする人たちも同様ですよね。宗教にすがってしまう。だそういった人たち、ね、そういった境界知能と呼ばれるような人たち、もう一つ害悪あるのは、僕は小学校の時に公立の小学校に行ってたんで、境界知能何人かいました。で、そいつらに心ない言葉をかけられた。そいつらは、会話、コミュニケーション能力も低いんで、まともな会話で友達と会話することができないんです。 じゃあ何やるかっていうと、スカートめくりをするわけです。スカートめくりはまあ比喩なんですけど、僕も小学校低学年の時にスカートめくりやりました。好きな女の子の。だけど、それはただ嫌われるだけで意味がないってことに途中で気づいてみんな辞めるわけです。でも境界知能は辞めらんないんです。なんで辞められないかっていうと、それでしかレスポンスが得られないからです。だって人間って嫌なことされたらめっちゃ反応するじゃないですか。怒るじゃないですか。だから彼らは一生大人になってもスカートめくりをしてるんです。 で、リアル世界からはもうすでにみんな、その相手にされなくなって、これまでの社会ではその人たちは静かに死んでいってただけなんですよ。なんだけど、そこに SNS が現れました。だからツイッターとかでクソリップを飛ばしてるやつって、大体境界知能なんですよ。それは有名人に絡んで嫌なことを言うわけですよ。まあ僕の場合だったら、例えば野菜を食えたの、餃子だの、なんかいろいろ言うわけですよ。 途中で僕気づいた。あ、これ教会中央だ。あの小学校の時にいたあいつらだと思って。で、僕は彼らにやっぱり心ない言葉をかけられて、この不細工がとか言われて、いや、俺不細工なんだと思って、恋愛に対してすごく億劫だった時期もあるんですね。だけど、実際にじゃあ、どうだったかっていうと、いや、別にそんな不細工でもないよみたいなことを言われて、いや、それ女の子にね。だから、あ、そうなのかと思って。 でもそうやって冷静になると、うん、そうでもないか。まあ別にその特にイケメンでもないけれども、別にじゃあ特にブサイクかって言われるとそうでもないかなっていう。だから普通に付き合えるようになったんですけど、その境界知能の心ない言葉が、その才能ある人たちの才能を潰してる可能性があるんですよ。だから混ぜるな危険なんですよ、これ。ということをちょっと提言したいなと。 だから、なんか学校に行って、そいつらと絡むことって、百があって一理なしなんじゃないかなと。むしろ隔離してほしいなと僕は思っちゃったりとかします。ということで、今日は、そういった問題について語ってみました。行ってらっしゃいハロー YouTube!、えー、今日はですね、えー、自民党の、まあ、安倍派あを,を中心としたですね、 えー、裏金問題について解説したいと思います。まあ、自民党安倍派って言っちゃうのも、まあ、聖和研究会ですかね。あのー、もう安倍さんも亡くなられてるし、そこで、その、安倍派っていうのは、本当朝日新聞とか、その辺の報道機関の、まあ、悪意を持った、こう、安倍イコール悪みたいな、あの、左翼の人たちの言説に、あの、寄り添う、ちょっと、ミスリードを煽るのかなっていうふうに思います。 正確な、あの、表現をした方がいいんじゃないかなと、これに関して思いました。で、えー、他のね、岸田派とか二階派とかいろんなところでもですね、えー、裏金問題っていうのは多少なりともあるんですけれども、その安倍派、ね、旧安倍派の問題っていうのは、その、派閥側の収支報告書にも載ってないし、議員側の収支報告書にも載ってないので、あの、まあ、 裏金っぽい運用していたのは間違いないだろうみたいな感じの流れになっていて他の派閥のやつは派閥の方の収支報告書には載ってるんだけれども議員側には載ってないとか逆に派閥側は載ってないけど議員側には載ってるとかまあだから単純にその記載漏れ に近いような状況があるんじゃないかな。ということで、まあ、旧安倍派が結構追及されて、まあ、もちろん金額もでかいというところがあるんですけれども、まあ、これ、政治資金規制法で立件しようとしてるみたいなんですけど、東京地検特捜部は。もともとこれね、大学教授の人が、まあ、趣味というかですね、こういった政治のお金の動きをですね、調べるのが趣味みたいな人がいて、この人が東京地検特捜部に告発をして、えー、まあ、うさせざるを得なくなってやってみたら、まあ、 まあ、なんかいけるかもなっていう話になってると。で、森本さんっていう、まあ今何ですか最高権の刑事部長ですか、えー、の人がイケイケで、まああの、オリンピックの議国、ね、とか、その辺も捜査指揮してたみたいなんですけど、その人が中心となって、ゴリゴリ、まあイケイケの人らしいんですけれども、やってると。ただ、なんて言うんですかね今回の問題っていうのは、あの、まあ、要は考えられる立法で言うと、増収はいい あと、立憲で言うと、増収割、政治資金規制法違反、そして所得税法違反ですね。この三つは考えられると思うんですけれども、えー、ま、管理してるお金が、ま、せいぜい数千万円。一つの議員の事務所で、え、ま、数千万円ぐらいの価格なの、あの、値段なので、その所得税法違反であるにしても、まあ、 まあ、重加算税ぐらい、修正申告プラス重加算税が課される、まあ、要は懲罰的な税金が課されるぐらい、まあ、これぐらいが関の山なんじゃないかなと、まあ、多くを超えるようなですね、額を脱税しているとなればですね、告発されて、え罰金刑なり執行猶予なり、あの、まあ、あの、懲役刑の執行猶予なりがついたりとかするぐらいのレベルにはなるのかもしれないですけど、なかなか、まあ、その辺も難しいかなと。ということで、 あと、増収賄ってなるとですね、これ、おそらくその政治資金パーティーにお金を出した企業とかが、えー、その、裏金になるのを知っていて、議員個人にお金を送ったっていうところまで認識してるっていうふうに、ぐらいまでやらないと増収賄では多分立件できないんで、多分増収賄はかなり難しいだろうなと。だから所得税法違反も増収賄も難しいんで、結局政治資金規制法違反でやらなければいけないと。政治資金規制法違反でやる、 ためにはですね、そのお金を出す、出してる側がですね、明確に、この、これは裏金だと。えー、お前ら、なんか、その帳簿に載せないで、えー、裏の金として、えー、まあ、領収書もいらない金として、で自由に使っていいぞ、というようなことをですね、明確に、その指示を出してなければいけないということで、まあ、それの、まあできれば物的証拠ですよね。えー、LINE だったり、メールだったり、電話の録音テープだ、録音だったりとかですね、そういったものがあれば、 容易にできるんでしょうけれども、会計責任者、まあ今もうなんかみんなノイローゼ状態になってるみたいなんですけど、その会計責任者の人たち、ええー、を吊るし上げて自白を取る。でもこれだけだと多分ね、なかなかその影響範囲も大きいので、それだけでその後半が維持できるかっていうとなかなか難しい可能性もあると。 えただ、なんか、その特捜部も、その、この大学教授からの告発を、真面目に最初はそんなにやるつもりはなかったっぽいんですけど、まあ、リークさまあ、マスコミっていうかね、メディアにリークされちゃって、結構盛り上がってるじゃないですか。自民党の議員も、なんか、裏がね、作り上がって、だーみたいな。それなのに消費税増税するのか、とかですね。結構、ボロカスに叩かれてるんで、まあ、特捜部は、これ、 なんていうんですかね。いや,やりたそこまでやりたくなかったんだけど、ここまで騒がれちゃったらやらざるを得ないよねってなってるような気もするんですよ。だから50人増員をして、やらなきゃいけないと。で、これ何をやらなきゃいけないかと、まずですね、この政治資金規制法違反をやるためには、すべてのその裏金を、の流れを突き止めなければいけないわけですよね。そうすると本当に細かい、何万円何十万円みたいな金の動きみたいなの全すべて証拠として、 えー、抑えていかなければいけないんで、膨大な処理作業が必要になってくるんですけれども、この膨大な処理作業を応援に来た検事たちが、せっせとやらなければいけないというのが、まずあるわけですよね。で、まあ、それをやったからといって、あの、確実に立件できるわけでもないので、だから、大山め、めいして、あの、ネズミ一匹みたいな感じにもなりかねない。でも、これまで盛り上がっちゃってるから、 その世の中、世間の特捜部に対する期待、僕は全然1ミリも期待してないんですけど、ただの巧妙のためとか自分が考える正義を実行して、あの、弱い者いじめをしてるだけなんじゃねえかって俺は検察に対して思ってるんだけども、あの、世の中の、まあ、馬鹿な大衆はですね、えー、拍手喝采をしたりとかしてるわけですよ。まあ、大した金じゃないんだけどね。で、 まあ、これはもう想像なんですけど、この間は立花隆さんとの対談とかでも言ったんですけど、その、まず、細かい、そのキックバックのお金をいちいち記載するのがめんどくせえっていうのは一つある。えー、あとですね、その飲み会とか、あの、そういったところでお金を使うときにですね、この裏金をプールして使ってたんだろうと。昔ね、検察の裏金問題っていうのもあったんですけど、それも似たような構図。警察もそうだし、NHK の裏金もそうですね。 まあただ、それをその指摘に、あの愛人へのなんかマンション借りてあげるとかプレゼントするとかそういったことに使ってる人も、まあ中にはいるのかもしれないということで、まあその辺はちょっと悪質なのかなみたいな話になって立件されるかもしれないんですけど、どっちにしてもですね、せいぜい数千万円から数億円一人当たりって言うと、そうするとですね、なんだろう。 一生懸命頑張ってやったところで、せいぜい略式起訴して、えー、罰金刑みたいな、罰金50万円とか、罰金20万円みたいな、話になってしまう可能性もあるんですよね。まあ、もちろんその、ね、議員がそれやってたらもう、そこまで認識して,してたってなると、議員は公民権停止になりますけど、まあそれにしてもですね、そこまで持っていくハードルはとてつもなく高いですね。なので、まあ、本当は本音としてはやりたくないと。 国税の方も,も、この所得税法違反とか、こっちに持ってこないでくれって多分押し付き合ってると思うんですよね。そう考えるとですね、特捜部、意外と今回の問題に関して言うと、あの、捜査員50名増員して一生懸命立憲に向けて動いたところでですね、罰金刑しか取れないってなったら、昔ですね、東京佐賀急便事件っていうのがあったんですけど、その時に金丸慎っていう人、 えー、なんとか捕まえようとして、結局略式起訴で罰金刑ぐらいまでしかできなかったんですね。でも、金丸信さんと言うともうね、昭和のこうもうドンみたいな、裏のドンみたいな感じのもう、また悪そうな顔してるんですよ。別にそこまで悪い人じゃないと思いますけど、あの悪そうな顔、世間的にはね、テレビ的には映える悪人顔をしていたので、もう本当に自民党の 呃、剣、勤剣政治の、まあ、総大将みたいな感じの、な、流れで、金村新さんめちゃくちゃ叩かれてて、東京地検特捜部頑張って、あいつを牢屋に掘り込め、みたいな感じになってたのが、全然腰縮だけになっちゃって、えー、罰金刑で終わっちゃったっていうことで、えー、検察庁の看板のね、あそこはだってあれですよ、えー、東京都千代田区霞ヶ関一丁目一番地一号っていうのは、まあ、一の一の一なんで、ね、そこに赤レンガの、 検察庁のかん、あの、建物があるんですけど、そこの検察庁って、あの、大理石かなんかでね、作られた看板があるんですけど、そこに、あの、ペンキをかけられてですね、えー、もう彼らはね、この、だからもう、今回の問題は、とにかくペンキをかけられるようにする、かけられないようにするためにはどうしたらいいのかってことを、どうやらめちゃくちゃ考えてるらしくて。まあ、だから、なんていうの茶番 <laughs> だと僕は思います。正直、そんな大した金じゃねえし。うん、まあ、だから、 政治家もね、秘書なんかね、もう本当に、あ、僕も政治家の秘書ですけど、あの、僕はちゃんと働いてないですけど、あの、普通の政治家の秘書ってマジで議員と一緒に地方暗件したりとか、あの、酒けたくもない、頭下げたりとかしてるわけですよ。だからめっちゃストレス溜まってると思うんですよね。なので、それをなんか癒すための何か、わかんないけど、領収書取れない金とかを使うために裏金を作ったんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、 そんなこんなでですね、ここから数ヶ月間ね、特にあの1月末ですか、会期始まるの通常国会にですね、間に合わせなきゃいけないです、これ。議員の徴収ももう国会始まっちゃうとできないんで、だからタイムリミットもあってですね、非常に難しい問題なんじゃないかと思いました。ということで、今日のニュース解説この辺で終わりたいと思います。いってらっしゃいハロー YouTube!、えー、ということで今日はですね、えー、来年の12月にですね、えー、保険証が 廃止、えー、されてマイナンバーカードといって。 一体化して、まあ、マイナ保険証ってことに、えー、なるんですけれども、まあ、それに対して、まあ、僕なんかも含めてなんですけれども、すごく歓迎する声が上がる一方でですね、えー、ネット上にはなんか反発の声がいっぱいあるということで、まあ、例えばですね、なんか取得は任意だったはずなのにとかですね、えー、結局最後はマイナンバーカードに持っていきたいのとか、えー、進め方がとことん詐欺的とかですね、マイナンバーカード推進、紙の保険証廃止は民意な規制時とか、わけわかんないことを言ってる左翼が、 わざ、わらわらと湧いてきて、バカなんじゃねえか、こいつらと思ってるんですけど、なんで紙の保険証とマイ,マイナンバーカード嫌なのなんでマイナンバーカードそんなに意味嫌うのみたいな。同じじゃん、別に。大して変わんねえじゃんって話なんですけれども。しかもね、これ保険証と連携させたら、あのー、ポイントもらえんだよ。今ももらえるかどうか知らないけど、俺は保険証と紐付けたら、それだけでなんか、 一万ポイントだかなんだかもらえたよ。えー、それが、しかもなんかデジタルマネーでペイペイとかでつく、あの、ペイペイポイントとかで使えて、めちゃくちゃ得したなと思ったんですけど、僕にとっての一万円は大したことないけど、みんな一万円とかもらったらめっちゃ嬉しいでしょ。ちょっと正確な数字も、あ、覚えてないんですけど、あとなんか、えっ、ー、と、銀行口座をですね、登録したりとかするとまたお金もらえたりとかして、めちゃくちゃいいのになんでそんなにみんなマイナンバーカードを意味嫌うのかわかんないよね。なんか、あいつ誰だっけな名前忘れちゃったけどさ、変な。 ああ、ラサーリーシーか。ラサーリーシーとかさ、マイナンバーカード返納してる。バカなんじゃねえのお前のさ、マイナンバーはもうあるんだよ。人間として、あの、もう要は、えー、日本国に生まれてきたらですね、みんなにマイナンバーは割り振られるんで、カード返納してもただ不便になるだけでさ、ほんとさ、お前が税金の無駄遣いだ、バカ野郎。本当に。えー、という話は前もしましたけれども、 ええー、もう僕はですね、本当に全部マイナンバーカードにですね、えー、統合してほしいとすら思っております。運転免許証も、えー、来年かなえー、全部統合されてだから、運転免許証と紙の、えー、保険証、持ち歩かなくて良くなったじゃないですか。もうそうすると、俺が持ち歩かなきゃいけないのは、あの、ボートの、えー、免許証、あのー、船、船舶操縦士免許みたいなのあるんです。これも早く、 えー、マイナンバーカードに移行してほしいし、この間撮った航空無線通信士の免許証とかもあれ、飛行機乗るときにですね、持ち歩かなきゃいけないんですけど、そういうのも国家資格系全部。 えー、マイナンバーカードに統合していただいて、さらにですね、まあ、もうすでにアンドロイドにはですね、えー、マイナンバーのその IC チップ情報を乗っけられるんで、カードすら持ち歩かな、えー、かなくていいんですよね。あの、アンドロイド、スマホユーザーは。それは iPhone にも早く乗っけてほしくて、あの、ティム・クックってあの、アップルのね、CEO に、えー、っと、河野太郎さんかな、デジタル大臣が会いに行ったと思うんですけれども、早くね、iPhone にマイナンバーカード、うー中に入れ、 られるようにしてほしいな、なんていうふうに思ってます。えー、この、えー、来年のね、え、紙の保険証廃止に反対してるやつは、もう確実に頭がちょっとおかしい。なんか、本当なんかよくわかんないんだけど、な、なんでそういう非合理的なことをですね、やり続けるのか、僕は理解に苦しみます。そういった人たちのためにですね、無駄な税金が使われてるわけで、えー、そういった人たちは本当えー、こういう変な無駄な抵抗をやめてほしいなと思います。ということで、いってらっしゃい。どこも、 au ソフトバンクどれでもつながるポリエの Wi-Fi タイ韓国アルバニアどこでもつながるポリエの Wi-Fi ポリエの Wi-Fi でいってらっしゃい堀リエ文のブログでは言えない話毎週メールマガジン出しておりますえ皆さんの質問に対する答えルールさえ守っていただければ全部答えますのでメールマガジン入ってみてください月額八百八十円いってらっしゃい インターステラテクノロジーズでは、えー、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。